はい、どうもこんにちは、Qです。今回、アランウェイクの番外編ですね、特別編シグナルの続きをやっていこうと思います。だいぶ間が空いてしまって申し訳ないですけども、ちょっとですね、いろんなことが変化は容赦なかった。地下室が膨張したのか、あるいは自分が縮んだのか。そうですね、こんな話でしたね。こうちょっといろんなことが立て込んでたり、シグナルが途絶えた。はい、自力で出口を見つけるしかなかった。はい、わかりました。火炎、火が出るのかな。これは新しいですね。久しぶりな上にナイトメアっていう、ちょっとめちゃめちゃな感じですけど、でもね、ちょっとコメントにもあったんですけども、もうちょっと戦えとしっかりしろと、ということで今回はちょっと頑張って戦っていこうと思います。あ、これ1回限りなのかなんてことだ。あ、でもいいぞ、いい感じだ、悪くない。こういうね、こういうのうまく使っていきましょうっていうのだったらなかなかやれますけどね。おっと、後ろにもいない。あー、お前いる。よしよし、今の、うっしゃと、悪くない、今の動きは悪くない。うわー、ちょっと待って、うわ、ちょっと待って、引いてて早く。あ、ダメだダメだ。よしよし、押し込んだ押し込んだ。今のはいい感じに押し込みましたよ。あー、ちょっと待って。よしよしよし、悪くないぞ。あ、まだいるまだいる。うわ、もういた。え、ちょっともうちょっと奥にいたいじゃん。あ、あ、こいつここにしようかな。あれだ、え、無理。あ、いけたいけた。ん、なんかちょっと線の高い感じ。お、これいいぞ。よしよしよし、うまいうまい、素晴らしい。ちょっと良くないですか。ただこれちょっと触れると、ちょっと人多いな本当に。あ、今のあそこちょっと着火したい。よしよし、ああ切れた。あ、怖い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 。これすぐちょっと触れると、うわー、まだあれ。よしよし、いいぞいいぞしか言ってないですけど、敵の数が多い。そしてシグナルが途絶えた。あ、何カミカミなんですけどシグナルが途絶えたから、何、どこ行ってか分かんない。怖い。しかもあ、あ、何、あれ、登るって書いてある。あ、階段ができるのか、もしかして。よよしよしよし、いいぞ。おお、上に出れる。あ、よかった。ジェインが原稿を残していた、俺を助けるために。また原稿を拾っていく旅パート2。え、なになに、地震、悲鳴、ベストセラー、友人、壁から行こうかな。え、なんだこれ、ベストセラー。ちょっと怖いそうなものをちょっと。おお、何これ、パネル、友人だ。そっか、あ、バリー、バリー、よお、大先生元気そうだな。お前は本物じゃない。ああ、なんでわかった。スケスケだからか。透けてますけど、俺もお前の空想の産物さ。お前だって怪しいぜ。ありえない。ほう、じゃあここまでの吸ったもんだは全部ありで、それだけはありえないってか。分かった、もういい、急がないと。
GPS か。ああ、 GPS な。シグナルを追えだろ。はい、よっしゃ。あれ、ちょっと待ってください。なんかゲームの音大きいかも。とにかくだ。いや、大丈夫か。俺はお前を助けに来た。だからしっかりしろって。あ、バリアそれにいる。口の悪さも本物そっくりだな。あれ、おい、俺がうざくたってそれは俺のせいじゃないんだぜ。そんなこと言ってない。まあ落ち着けって。とにかく全員の指示に従うんだ。なるほど。やつはここを熟知してる。エキスパートだからな。はい。音こんなもんですかね。一回チェックした方がいいかな、うん、とにかくこれがありえなくて、はい、全部お前の妄想だってんならお前は何なんだよ。おー、いい、うん、一瞬でも喜んだ俺がバカだった。何言ってんだよ。心の底じゃいつだって俺に会えて嬉しい。自信言ってみましょうか。本当は分かってんだろ。俺はそこまでゲームじゃない。そりゃそうだろ。トラブルとはまるで無縁の人生だもんな。そりゃどうも。なんか地震、悲鳴。え、終わり。ただのいたずら心ですね。ということで、ちょっとだけ音声確認してきます。すいません。はい、すいません。多分大丈夫だと思います。いや、他っていうか、あんまり音とかはいじってないんで変わってないとは思うんですけど、なんかちょっとゲームの音が大きいような気がしたんで。フラッシュライト確認してから撮れっていう話でもあるんですけど。いいな。あ、どうしようかな。ランタンの方がいいのか。あー、でもこれ大型の方がいいような気するけどな。微妙、わかんない。てか武器確認してないな。あ、なるほど。ん？何？あ、リチウム？ありがとうございます。これ出ますね、これ。シグナルはあの辺りを指してるようだな。ほう。ええ、あれはビルトモア製材所だ。なぜ知ってるんだ。あれか、お前が知ってるからさ。スタッキーのとこが。理由は自分に聞いてみな。ん？現実世界で前に看板を見たことがあるか、あるいは俺の製材所って言葉を聞いてお前が製材所を引き出したのかもしれないぜ。最高だね。全員か。頭が痛くなってきた。いや、これもなんてこったい。ならあれだな、縁は剣よりも。その先を行ったら首だからな。強しってな。首だ。あ、これはあれですね、ウェイクの脳内でやってるんだったらだいぶ。お、何？何もない。オッケーオッケー。この閃光のね、あの、あれ理解したんで、これは、あれ、閃光手榴弾と同じ効果が。よし。もうちょっと先で使えばよかったかも。ん？なんだあれ？普通、あ、ツールね。はい、チェックポイント。発電と、リチウムバッテリー、発電と、ん？ん？もっと落ちてくる。なんだこれ。なんだこれってわけじゃないですけど。あー。もはや肉体すら持たない。幻や。やだー。思考の断片。嫌っていう気持ちしかないです。奴らが来た。多いよ。うわ、ちょっと待って。なんか、ん？なんだこれ。透けてない？すごい透けてる。あー、ちょっとあ、強い。2発で死ぬんだ。鬼だな。ちょっとそれひどくないですか。これツール拾い直し。うわ、これ毎回やんの。これ、このちょっとずつ落ちていく感じ、毎回っていうか、ここだけですね。彼は気配を感じた。もはや肉体すら持たない。あれ、全部閃光か。影や。うわぁ。うっ、もうちょっと近づいてから撃ちたい。あ、そうか、あ、これも行かん。ちょっと待って。
ありがとうございます。違うんですよね。何？わわわわ。ちょっと待って、どうなってる？うわー、いた。ちょっと待って、助けてもらいたいのに、これに。痛いよ、もう。ダメ！絶対後ろにもいる、後ろにもいる、後ろにもいる。俺死んじゃう、後ろにいるやつ。殺される。あれ、いない、いないぞ。早く、チェックポイントに。削っとかないと、これ。すぐ出せない、いざという時に。うわぁ、うわぁ、ちょっと待って、ちょっと待って、何かわかんない、何かわかんない。あれ、危ないって。うわー、ちょっと待って、ちょっと待ってしか言ってない。あそこに光がある。これもう死ねないんだけど、なんで死ねないかっていうと、結構結構やり直すことになるからです。やばい。あ、いけてる。あ、ダメだ。オッケーオッケーオッケー。いいんじゃない、いいんじゃない、いい、いい、ナイス。よくやった、よくやった方ですよ、今の。なんかいろいろあるぞ、あそこに。おっおっ、ちょ、待って待って待って。違う、そうじゃないんですよ。そこになんかあるんで、僕はそれを取りたいだけなんです。わわわわ、目覚まし時計、目覚まし時計だったぞ。あー、でもちょっと嬉しい。コーヒーポット取ったのと同じですからね。あーあーってなりますなりますって。ん？ブリッジ？橋？サーチライト？おお。とにかくここを越えなきゃならないんだろう。解決の糸口はきっとあの単語のどれかにあるんだ。どれか？お、そうかい。そうさ、言葉を使うんだ。鋭い洞察だな。よいしょ。ん？だろう。ん？あれ、なになにこれ。どういうゲーム？あー、やっちった。あれ？三つともダメってパターンじゃないですよね。最後に一個が当たりってことですか。わー、なるほど。三パーツあるってことか。あーって誰が言ったの。やっぱこうでなくっちゃな。俺の助言に従ってりゃ間違いないって。お前が勝手に何かやるからトラブルに巻き込まれるんだ。なるほど。うるさいぞ。あー、アラン、今の俺はお前に喋らされてんだぜ妄想忘れたか。やっぱ頭の中で喋ってるんだ。これじゃ誰だっておかしくなる。とんでもない、最高じゃないか。お前の回復にも役立つぜ。リボルバーの弾が多分一個落ちていった。いや、ちょっとね、テレビ勘弁してくれないですかね、これ。シロコマが辺りに散乱したゴミの山だ。彼の著作が彼に襲いかかった。やばい、これガイストルパターンじゃないですか、これ。クズだ、安っぽい神クズの群れだった。テレビに映る奇妙な俺の映像は前にも見たが、ここでの奴は明らかに常軌を逸していた。まるで自作の主人公を破滅させようと躍起になっている破綻したストーリーテラーだった。はあ、あれ？ガイストらない。あれ？なんか降ってきた。降ってきたものが当たって死ぬってことはね、多分ないんで大丈夫です。うわ、何これ。うわ、びっくりした。え？え？本？メルヘン。来るな。
じゃなくてですね、カラス、あ、ちょっと待って、間違えて敵バラしちゃった。痛い。ちょっとこれ、お、鬼だな、本当に。痛い。あー、もしかして、ちょっと、あれ、オートエイムが効いちゃって、なんか当たっちゃうんですよね。しかも、ポルターガイスト、音が全然ないんだけど。どこ行ったしか。これ当てないように行かないと。これ閃光なんて当てた日には。あれ、なんかやってる。何やってんだ、アラン。そいつはまずいぜ。ふっと、外れだ。よしよし。これはもらっておこう。これはもらってて間違いない。いや。これ。ひどくないですか、これ。ちょっとこれだって発煙筒使ったらアウトでしょ。痛い。さあ、あれ消えそうだけどな。やだ。走って、無理。うわ、いっぱいいる。もう走れる。 OKOKOK。 よし。もらっておこう。ちょっと1個落ちた。